マイケル・クラーク・ダンカンは、アメリカ合衆国の俳優、声優、イリノイ州出身。グリーンマイルでは、知能が低いが優しい心を持ち、超能力で人を癒す、死刑囚、コーフィ役で、2000年アカデミー助演団優勝に、ノミネートされた。シングルマザーの下、シカゴの貧民街で幼少期を過ごす。高校ではフットボールを経験するも、母の忠告で断念。 進学したアルコーン州立大学は母の病気のために退学している。地元のガス会社や警備会社、飛行機会社やバーの用心棒家業で治療費を稼ぎ、その後母の全開を待って俳優になるためにハリウッドに向かう。ハリウッドでは小さな役をもらいながら用心のボディーガードで生計を立てていたという。1995年のフライデーで スクリーンデビューを果たす。アルマゲドンで共演したブルース・ウィリスとは共演作が多い。彼は、ダンカンの才能を高く評価し、ブレックファースト・オブ・チャンピオンズや、隣のヒットマンに出演させている。また、グリーンマイルのコーヒー役を、監督フランク・ダラボンに強く推薦したのも彼である。アルマゲドンの撮影中に、グリーンマイルの企画の話を聞き、 共に撮影中であった段ン,ンに話を持ちかけたという。2000年4月にグリーンマイルのプロモーションのために初来日を果たす。その際にはパークハイアット東京で記者会見が行われ、女優の田中麗奈が花束贈呈のスケ人トとして会場に駆けつけた。2012年7月に心筋梗塞を発症し治療を続けたが9月3日。 心臓発作を起こして入院中に死去。54歳没。身長196センチメートル、体重145キログラムの巨漢である。アーン・ダンカンとは、幼少時の友人である。アメリカのプロレス団体、WWE のファンであり、レッスルマニアや RAW などの番組に、たびたび観客として来場している。WWE の選手では、ジョン・シナの大ファンである。 ありがとうございます。